はい、こんにちは。前チャンネル前原です。以前紹介しましたですね、こちらのバトロボーグだね。バトロボーグ 4G。こちらですね、手首パーツとかが変えられるんだよね。で変えてチューンアップして、どん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 ね、このロボットを強くしていくことができるんだけども、今回はですね、そのチューンアップパーツを購入しました。バトロボーグ 4G 用のリフトロングクローとダイレクトフレイルです。はい、ということで2つ購入しましたね。リフトロングクローっていうのは、こういうね、上から下にこうピューンってやるやつね。ここに変わったとしたらボーンってここでこうやって出てる。そう、顔に当てたり、もしくは体自体をこうひっくり返すことができるやつだね。どう？そしてもう一つがダイレクトフレイルってやつですね。これは直接顔にこうね、肘がこう上がってるんだね。直接顔にパンチできるって感じかな。こういう感じ、はい。でこの2つですね、実はもう遊んでしまってますね、開けてね。これがリフトロングクロー。そうだね、これがリフトロングクローですね。こんな感じで上にこうパンチするような感じだね。そしてこちらがダイレクトフレイルってやつだね、こう直接顔にパンチするようなアームでございますね、はい。それとあとこれも購入しましたね。これバトルボーグ 4G 用のヘキサリングってやつだね。この上でバトルするわけだ。こっちがバトル用で、こっちがトレーニング用。そうだね、こっちがトレーニング用です。トレーニングするためにいろいろ線が書いてあるね。これがまっすぐ線で、そうそうそう、これが一周で重要の線で、これが八の字線。そうそうそう、そういういろいろですね、線が入ってて、まあここでトレーニングできると。でこちら側が戦う用のリングだね、まあ落ちたら基本的に負けだよね。ではこのうちが持ってるバトルボーグ 4G に先ほど購入したアームつけてですね、ちょっと戦ってみましょうか。はいはい、じゃあこんな感じだね。エジン君一回もうパンチ繰り出してみてくれる？あ、今度はね、下から持ち上げる感じだね。パパの方はこう顔に直接当たる感じだね。はい、じゃあこれで一回ちょっと対決してみようか。いきますよ。あれ、まっすぐ進まない。また左側。ああ。顔に当たらない。あ、やばいやばい。あ、押し出された。うわあ。やっぱこっちだ。はい、そんな感じでですね、バトルボーグ 4G のパーツちょっと変えてみて遊んでみましたけど、これ面白いよね。この前買ってから結構遊んでるよね、楽しくてね。それでこの前ですね、UUUMのスタジオで、他のチャンネルの方たちと、ちょっと対決してきたね。心マンチャンネルさんと二人は仲良しチャンネルさんと対決してきましたね、その模様ちょっとどうぞこちらご覧ください。お姉ちゃん頑張れ。レディーゴー。頑張れ。ああ倒れた。全然出ない。失敗した。心。
メーター折れちゃうやろな。あ、落ちる。あ、最悪。心マンと戦えたらこれ。よし、心マンでしょ。これ心マン。まっすぐ進まない。こっちがいいじゃん。車回しちゃう。あ、メーター。あ、やめ落ちた。はい、ということで今回はバトルボーグ 4G 用のリフトロングクロウとダイレクトフレイルとヘキサリングでした。